こんばんは、オーシャンズ編集部の秋山桃子です。中原ひとみです。今日はですね、ちょっと普段と違うんですけれども、はい、新しいフォーメーションでお届けしてます。後ろにはいつもの原さんと菊池さんがいますけれども。原です。菊池です。よろしくお願いします。なんで私たちが今ここにいるかというと、ひとみちゃんあれ見た？先週の。見ました、クロストーク。原編集長とスタイリストの菊池さんがデニムの新しい履き方を見事挑戦しておりまして、今ちょうど後ろの2人も履いているデニムなんですけれども、いきなり乱入してきたもんな、このセットのところに。そうなんです。あの、私たち、あの、女性陣の意見も聞いてくれってことで、うんうん、急遽あの呼ばれてないんですけど来ちゃいました。確かに呼んだ覚えはない。はい、来たな。もうでもいいかもね。ね、女性の目線で切ったら、うん、俺たちは大丈夫なのかっていう確認にもなるから。確認もあるから、うん、まあそれはそれで。どんなのが好きなんだっていうね。ね、もう、うん、じゃあ行ってみろよ。普通ね、私たち、あの、うん、オーシャンズ の, あの周辺の女性20人にちょっと緊急アンケートを今回取りまして、はいはいはい、オーシャンズの中の出ているデニムコーデでどのデニムがかっこいいのかっていうのを見てもらいながら、まあ、菊池さんと原さんにも、はい、もうちょっと今日はあのファッションの学びを得てもらおうと。わかりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、私の推しメンからいいですか？はい、推しメン？それコーディネートですよね。あ、そこでなんか三浦さんとかユウスケさんとかって言われても全くあの戦う気ないので。そうですね。で、推しメン、推しコーディネート、推しコーデ、推しコーデ、推しコーデ、じゃじゃん。どれだ？おお、こちらです。なるほど。ケンセイさんのジャストなシルエットをこう着こなしてるとかっこいいなっていうやつですね。うん、確かにかっこいい、はい、でなんかスウェットとデニムなのになんかネイビーの配色、ブルーというかネイビーで、うん、とあとなんか革靴を履いてるのがちょっと落ち着いた大人の余裕を感じるなと思いました。なるほど、革靴ね。いやでも確かにそれはかっこいい。本当なんか正しいデニムのシルエットが出てるしね。むしろさ、ジャストで履くって先週さ、ジャストはもうやめたっていう話してる菊池くんです。もうちょっとズレが出てきてる。確かに。あれ、ね、でもこれもかこの方もかっこよくないですか、このスナップの推しコーデ。推しコーデの、おお、はい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 。ちなみに私もこれは推しコーデなんですよ。ああ、そうなんだ。2人ので、この方はもうリーバイスのデニムを洗いざらしのシャツと一緒に着ていて、いい感じで、あの、決めすぎない感じが、もうすごいかっこいい着こなしだなって思うのと、うん、まあ、その中でも足元をペイズリー柄のバンズっていう、なんかちょっと可愛らしい部分もあって、なんかこんなお父さんいたらもう友達に自慢できるなっていう。ちょっと後ろがガヤガヤした。ちょっとそれ評価だ。次、じゃあ、あの、他の人の意見いきましょうか。こちら、うん、マーシーさんの、あ、もこもこの 気持ちよさそうなパーカーとゆるっとしたデニム、うんうん、なんか素足にビルケンっていうのが肩の力が抜けてる、うん、なんか海っぽいスタイルでいいなと。さっきから抜けてる感じってよくキーワード出る。そうだね。あの、アンケート見てても抜けってめちゃめちゃ出てきてましたね。抜け感ね。抜け感ね。これもこのマーシーさんのデニムコーデもすごい人気ありましたよね。ヴィンテージ感のあるデニムをシャツやレザーベルト、革靴、ドレスウォッチで綺麗めに着こなしていて素敵です。あ、それがコメント？はい、コメントです。おお、そんなコメントまで撮ってんの？もちろんです。マジで？いつの間に？撮ってます。撮ってます。撮ってます。オーシャンズの5月号のデニム特集の、うん、このネイビーのトップスと、あとこれは、うん、多分グラデーションのリメイクデニムなのかな？黒のデニムなんですけど。黒。こういうなんかネイビーの綺麗めなゆったりしたトップスと、うん、下ビルケンで合わせるっていうのが。ビルケンはなんだ、人気なの？人気あるね。すごいかっこいいなと思って。これもちょっとなんか抜け感があるまた出た。抜
景観景観も出てた景観使いすぎあとはもうあのオーシャンズでも活躍していただいてるスタイリストのカジさんの、うんうんうん、スナップのやつブラピーじゃなくてカジさんですねカジさんだったんですよ隣にブラピーがいるんですけど、はい、その中でもさすがドジャースのキャップまでがそのグラデになってる感じがね、はい、あそうですねネイビーのワントーンコーデはよく見ますが明るいブルーで統一しているのが爽やかでいいなと思いましたインナーやソックスを白ではなくネイビーにしているところも新鮮私も真似したいなと思いました濃い色入れて締めるっていうねそれは先輩のテクニックが、ね、ちゃんと引き締める引き締めるとか引き締めてんだな、うんうんうん、あこのユウスケさんのやつデニムコーデあれ、はい、あれか、はいはいはい、ブルーデニムにブラックシャツネックレスの組み合わせが大人っぽい色気があるけどやりすぎてる感もなくいいなと思いました、うん、おなるほど確かにシャツ合わせのまあでもセクシーな感じセクシーな、ね、そうですね大草直子さんの、ね、あそうだよね大草さんのスタイリングだからこそこう、うんまあ、やっぱり共感できるんだ、ね、なるほどねやっぱ女性目線で、うん、あの選んでいる男性のかっこいいデニム姿っていうところはやっぱ女性のね意見はすごい支持を集まってたかなっていうのは新しいキーワード出たね、うん、抜けから今度セクシーが出てセクシーとねちょっとオーシャンズがちょっと無縁感があるからいやいやいやセクシーですよ先に2個くらいシャツといえばこの平山雄介さんのシャツと結構スキニー気味のデニムと合わせてるあ606ですよこれ、これも、うん、なるほどねこれもね女性の意気は高かったですねなんか合わせるこの小物や着方を間違えるとギャル王になってしまいそうですが靴や靴下のバランスが取れていてすごく好きです、うん、っていう意見ですね僕がスタイリングしてるんですおまあ、ちょっとあります、ね、まあでもそうだよねずっと言わないようにして、ええ、人気なものが実は一コーデもうズバ抜けてズバ抜けてある、うん、優等生が一人いましたおー、はい、マーシーさんの緑のカーディガンにリーバイスのヴィンテージクロージングの501のパンツを合わせたコーディネートですねなるほど、うん、ド定番のド定番2人も選んだ私も選びましたね。なんでかっこいい。今からコメントを言う。ちょっと待って。うるさいよね。でもなんでガヤだから。なんでなんだ。なんで小学生みたいな聞き方だもん。なんで、でもさ、なんで、なんでだろうって。なるじゃん。なるよ。なるけど。なるよね。なんか言うんでしょ。なんか言うか。うん、ごめん。なんでいいと思ったの、はい、私は本当になんか品がいい、うん、品よく見えるデニムだなって思ったのと、うん、あと着こなしで言うとなんか裾の折り返しは1回くらいとかのなんかそういうのがちょっとラフでこなれてる感あるなっていうのと、うん、なんか白のバンズとの コントラストも綺麗だなっていう、うん、めっちゃ見るやん参考にしてもらったら見るやん意見もそういう風なデビューが多かったな、はいリジットのデニムに鮮やかなグリーンのカーディガンが爽やか、うん、全体的にゆるっとしたシルエットなのも好きです、うんうん、女性から支持されるのも別に変わったデニムっていうよりもあのリジットなんだリジットのもう501とかすごく定番の形が結構全体的に支持されているデニムっていうのは多かったのかなっていうのは私たちホワイトデニムは1個も選ばれてないねやっぱり、ね、ホワイトデニムホワイトデニムをインチアップってもう全部真逆だよジャストサイズのリジットのね全部がいやいやでもあなたもそうよ、まあ、あなたもリジットに対しては色落ちでフレア効きてるから、ね、そんなだから勝手にマンネリしてる勝手に冒険にしろって言ってた先週の我々にそれだってそれはそれだとねそれはそうなのかもねなるほどねだもうでも抜け感セクシーで清潔感、うん、もうでももうこの辺りなんだね、うん、そんな中で一気に、はい、一気に永原キャスターは喋んない終わったか終わってないよ前に向けなさいよね勝手に一目を果たした方は2人的にはなんかあんまり良くないなと思うデニムの履き方ってある逆に言うとああ確かに
なんかさ、そのトレンドのところでさ、結構クラッシュデニムとか言ったじゃん、うんうん、確かにとかどうなの？そういうのどう？あの膝と足が全部見えてるクラッシュ感あるじゃないですか。事故だぱっくりやりたい、ぱっくりやりたい。それはまあもうカードコマンスタイル、ね、そうだ、あの風通しがすごいいいだろうなっていうぐらいクラッシュしてるのは結構難しいんじゃないかなっていうのは、さっきの清潔感から反するよ ね、 そ、 ね、そうなんですよね。中原ちゃんはどうなんですか？私は嫌いなデニムスタイル、私っていうとダボッダボすぎる感じですかね。これダメだぞ。これダメだぞ。木さんの場合はしっかりなんか合ってるし、しかも白だからダメだと。だから思うな。ドギマギ。ドギマギ。嫌いなやつなんだ。嫌いなやつ。嫌いじゃないですよ。大丈夫だよ。まあまあ。ね、何言われたって、うん、気のしませんけど、まあ、どうせ吐くんだよ、ね、まあそうね、なるほどね。でも全然だから違うんだね、うん、せっかくなんでリーバイスのリジットデニムをちょっと3種類ね、全部ね501なんですけど、その同じ501のリジットでも結構ね、あの表情が違うの分かると思うんですけど、うん、これがそのマーシーさんが履いてた、着用していた、そうヴィンテージ、これは本当のね、本当もいわゆる、まあ、これビッグイン、そうで、ここがイエローステッチになったりで、これが今シーズン150周年リーバイスで、タブも150っていう数字が入ったりする、うん、ちょっと特別仕様な、特別仕様も嬉しい、嬉しい、かっこいい。でこれが今期から始まるメイドインジャパンのモデルなんですけど、うん、これがね、またね、品がいいんですよ。これさっきの清潔感とか、うん、抜け感、この生地のちょっとライトオンした感じも柔らかいでしょ。いいかも、ね、すごい、これかっこいいですね。全部日本製なので、しかもこれ、青タブ、ね、青タブ、うん、そうで、パッチもね、インディゴカラーなんです。なるほど。普通はこういう赤のインジなんですよ、うん。こうやってもう501のリジットだけでもうこんぐらいちょっと種類が今出てたりするので、ぜひぜひ女性陣に人気なのでチェックしてください。ちょっと太めじゃないっぽいし、ね、白でもないっぽいし、ね、なんか無理に変える必要ないらしいし。いや、菊池さんと原さんはかっこいいんですけどね。それもいいけどってことですよね。それもいいけど、はい、でも本当に非常に参考になりました、はい、どういうとこを見てるかっていうね、そうですね、ということで、はい、今回緊急企画、はい、思考を凝らして面白いな、ね、またやりましょうよ、はい、言いたい放題言いたい放題すっきりしました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週、さよなら、さよなら。チャンネル登録、チャンネル登録お願いします。あ、いいねもお願いします。